レン,ガレンガは粘土や結岩、泥を型に入れ、釜で焼き固めて、あるいは圧縮して作られる建築材料。通常は赤茶色で直方体をしている。焼成レンガは原料中の鉄分量及び焼成時の酸素量によって色が変わる。日本においては一般的な製法を用いた場合赤褐色となる。耐火レンガは露材にも使われる。 日本において、レンガ建築の技術は近代化と共に導入されたが、構造材として用いる場合は地震に弱いという難点があり、関東大震災では多くの被害を出したことから、レンガ建築は小規模な建物を除いて激減した。ただし、建材には、レンガ風のタイルも様々な種類が存在し、仕上げ材としては現在でも多く用いられる。これは、洋風の雰囲気を出すため、 木造や鉄筋コンクリート作りの表面に貼り付けるものである。レンガが建築材料として使用されるようになったのはメソポタミア文明の時代からである。ジグリス川、ユーフラテス川にわたる広大な範囲でレンガ建築が発展していった。紀元前4000年からの約1000年間は乾燥させただけの日干しレンガが使用されていた。紀元前3000年頃からは 小生レンガが使用され始め、この頃には大型の建造物の外壁の仕上げに小生レンガが使いれている。内部の壁には一番厚い日干しレンガを使用し、小生レンガはそれを保護するために使われていた。紀元前1600年から1000年の間には金型を使って表面に様々な細工を施した小生レンガも見られるようになる。紀元前700年頃から湿式法を用いて、 生成されたレンガで多くのモニュメントや重要な作品が作られ始めた。その時代にはまだすべての工程が手作業で行われていたにもかかわらず広範囲にわたる地域で多数使用されており、その生産量は驚くほど多い。エジプトにおけるレンガを使用した建築物はメソポタミア文明より後のものであり、エジプトからレンガ技術が地中海沿岸やインド、 中国に伝わっていったと考えられている。最も古いピラミッドの中には、内部の壁に乾燥レンガを使い、外側を石で仕上げてあるものもある。また、その頃、エジプトで使われていたレンガの寸法は、現在使用されているものに大変近い。ヨーロッパでは、数世紀間、レンガの生産技術、採掘、純加工、乾燥及び、焼成方法は、ローマより取り入れられてきた。 古代ローマでは建物の品質を確保するために、レンガごとに製造業者の刻印を押すことが義務付けられており、結果的に高い品質が維持されることとなった。この刻印の制度は周辺地域に波及し、古い時代のレンガの製造地や製造業者の特定が可能となっている。レンガ建築は19世紀まではあまり変化を遂げず、乾燥はそれに適した時期だけ日干しし、 焼成は野外にレンガを山積みにして作った窯で行われていた。今からおよそ100年ほど前に発動機、蒸気による機械が導入されるようになってから、レンガ生産の技法が変わり始めた。この機械の導入によって、純化工と成形工程を機械化させることが可能に、生産力及び工場設備、機械の作業能率が高まった。また、この発動機を取り入れた焼成システムによって、 生産が合理化され、同時に熱の消費が大幅に減った。日本で建物用レンガの生産が始まったのは、長崎の海軍練習所、1855年、安政2年開所で、1861年、文久元年落成の長崎り鉄所の建設に使われたが、現在のものより薄く、その形から、こんにゃくレンガ、または作成者の名前から、 ハルデスレンガと呼ばれた。建築構造としての積み方には、フランドル済み、イギリス済みなどがある。正面から見た時に、一つの列に長手と小口が交互に並んで、見えるのがフランドル済み。一つの列は長手、その上の列は小口、その上の列は長手と重ねていくのがイギリス済みである。数、泡はわわ、 小口と長手の区別のため便宜的につけたもの。イギリス積みは厳密には角に当たる部分の手前に羊羹が入るが、この部分に75を用いて処理している場合には、オランダ積み呼ぶこともある。このほか、長手積みとは、すべての列に長手だけが見えるように重ねる積み方で、小口積みとは、すべての列に小口だけが見えるように重ねる積み方である。 歩道などにレンガを敷くときは、市松模様やジロ模様も見られる。表面に化粧レンガを置くこともあり、必ずし木体がレンガ済みの構造体ではないもの、鉄筋コンクリート構造体や鉄骨ラーメン構造体などがある。レンガの寸法は、職人が持ちやすい大きさで監修もしくは規格によって統一されている場合が多い。国、地域、時代によって違いがあり、 例えば現在のアメリカでは 203mMX102mm、X57mm、イギリスでは 215mm、X112.5mm、X75mm、日本では 210mm、X100mm、X60mm のものが広く使われてい,い、日本では実質規格が定められるまで様々な寸法のレンガがあった。この寸法を標準とし、 各辺を1、2、1、4、3、4などの単純な分数倍したものを組み合わせて用いる。例えば、日本で建築用に使われているものには、以下のような寸法がある。単位、ミリメートル。また、ジス、日本工業規格には、以下のものが定められている。レンガを焼く燃料として、焚き木を得るために無計画な森林伐採が行われ、砂漠化を招く場合がある。 インダス文明、メソポタミア文明の水防の原因であるとも推測されており、中世、ドイツなどでも森林の過剰伐採が行われた。燃料の選択肢も少なかった時代、レンガは環境破壊につながる建材だったのである。しかし現代では燃料も多様化しており、逆に型枠として木材を用いるコンクリート作りよりも木材が節約できる。 コンクリートの打ち込み型枠として、ブロックを利用し、そのまま取り外さず肉体として一体化する、型枠ブロック工法も確立され、レンガもその一つとして使われることがある。日干しレンガは、粘土を固めた後に、天日乾燥させて作るレンガである。よく成形して乾燥させた日干しレンガは、見かけ以上に、耐候性に優れ、普及している地域には、 稀な規模の集中豪雨や長雨にさらされい限り、建設資材としての機能を保持し続ける。地震に弱いという欠点もあるものの、乾燥地帯では理想的な建築材料の一つであり、現在でも広く使われている。ヨーロッパでは、レンガは古代から多くの建物に用いられてきたが、教会、宮殿、公共建築など本格的な建物の場合、 構造がレンガ作りでも表面を漆喰や石で仕上げることが多い。赤レンガのままの建物は古風なものか工場、倉庫など簡素なものである。しかしイギリスなどで中世趣味のためあえて赤レンガのままとすることがある。アフリカ大陸の降水量の少ない地域では古くから日干しレンガが用いられており、モロッコのアイットベンハルの集落やマリ共和国の ジェンネなど美しい街並みが世界遺産として評価され登録される例もある。日本で最初期に作られたレンガ建築は幕末の反射路である。ヘンドリック・ハルデス、レオンス、ベルニー、トーマス・ウォートルス、リチャード・ヘンリー・ブラントン等親といい外国人の指導官営事業を中心にレンガの製造、建設が始まった。1870年、日本初のレンガ、 当初は、練りかあるいは練り化石とも呼ばれた工場が、堺県、現在の大阪府堺市に設立された。銀座レンガ街の建設の際は大量のレンガを必要としたため、東京の小菅にレンガ工場が築かれた。日本では、明治初期までは、フランドル済み、フランス済み構造が多く用いられた。長崎造船所、富岡製紙所、銀座レンガ街等が、 その後はほとんどイギリス済みになった。フランドル済みの方がより優美に見えるが、イギリス済みの方が合理的で堅固であると考えられたためである。例えば、東京駅の外壁を見ると、どの列にも小口が並んでおり小口済みのようであるが、これは表面仕上げに小口レンガを用いているためで、主構造はイギリス済みである。明治中期頃にはレンガ職人も増え、 一般的な技術の一つになった。レンガ作り建築は、農美地震で被害を受けたため、鉄骨で補強する構造なども工夫された赤坂離宮、東京駅など。また、大正時代には、鉄骨作り建築の壁をレンガで作ったり、優先ビルなど、鉄筋コンクリート作り建築の一部をレンガ作りと、する、根構造も見られた。しかし、レンガを構造に用いた建物は、 関東大震災で大きな被害を受けた。浅草の両運閣12階が倒壊したことは象徴的であった。震災以降、レンガ作りは小規模な建物以外には用いられなくなり、鉄筋コンクリート作りが主流になった。赤レンガネットワーク、レンガ建築の保存を目的とした全国組織による20世紀日本赤レンガ建築番付2000年、平成12年。 藤森照信ラ監修に、上記の建築物のうち、東の横綱に、東京駅、横浜赤レンガ倉庫、富岡製市場、西の横綱に、大阪市中央公会堂、江田島旧海軍兵学校、今村天主堂が選ばれた。ちなみに、この番付では、国指定の重要文化財は年寄り扱い。レンガを焼くために築かれたホフ万ン用が、日本国内に4カ所ほど残っている。 貴重な産業意向である栃木県、埼玉県等。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。